マリオン・スコットはアメリカ合衆国の教育者。明治時代に来日した親とい外国人の一人であり、1872年に設立された師範学校で実物教授法、一斉教授法を指導した。ケンタッキー州生まれで南北戦争の最中にバージニア大学を卒業する。その後、カリフォルニア州で教師をしていたが、当時アメリカに、 外交官として駐在していた森有則に壊れて1871年に来日して大学南校の英語教師となる。翌年学生交付に際し教師育成のために設置された市範学校唯一の教師として教育学を講義した。アメリカの公教育をモデルとした近代的な教育を伝授した。1874年に市範学校退職後も 各種の公立学校の語学教師を務めるが、政府の方針との対立から1878年に解雇され、1881年に帰国した。帰国後は、ハワイに移住して、現地の私学館や地元のマッキンレイハイスクールの校長を務める一方、日本に関する論文発表やハワイに移住した、日系人と現地のアメリカ人との融和に尽くすなど、日米友好に努めた。 ありがとうございます。